こんにちは、フォトジェニックチャンネルのなっちです。今回はレアチーズケーキを作っていきたいと思います。材料を全部ミキサーで順番に混ぜていくだけの簡単なチーズケーキになっています。さっぱりしていて美味しいのでぜひ作ってみてください。では材料を紹介していきます。今回型は5号の丸型を使っていきます。グラニュー糖 60g、 ヨーグルト 200g、 クリームチーズ 200g、 ゼラチン 5g、 バター 25g、 レモン汁小さじ1杯、ビスケット 50g です。このレシピ通りに作るとだいぶ甘さが控えめのケーキになるので、もう少しお砂糖を足していただいてもいいですし、最後にジャムなどを乗せて食べていただいても美味しいと思います。まずはじめにビスケットを、ビニール袋に入れて麺棒などで叩いていきます。細かく砕いていってください。次にバターをレンジで溶かしておいて、砕いたビスケットの中に入れてなじませていきます。ビスケットを型に移したら、底が平らなものを押し付けてビスケットを平らにしていきます。今回私はコップの底にラップを巻きつけてビスケットを平らにしました。型は一旦冷蔵庫で、保存しておいてください。次にゼラチンに水大さじ2杯を加えふやかしておきます。クリームチーズをレンジ500ワットで1分ほど温めてください。チーズをミキサーに移し、そこにグラニュー糖を加え混ぜていきます。一度ヘラでそこから混ぜて、もう一度ミキサーで混ぜていきます。ヨーグルトをレンジ500ワット30秒温めたものを入れて、レモン汁も加えてください。ゼラチンを600ワット20秒で温めて生地に加えて、またミキサーで混ぜてください。全体がよく混ざったら生地の完成です。あとは冷やしておいた型に流し込んで、もう一度固まるまで冷蔵庫で冷やせば完成です。